皆さんこんにちは、夏美です。今回は三共さんのショールームにお邪魔しまして、最新大のフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンをうちにやってまいりました。今回はですね、皆さんに導入前にバッチリ予習をしていただきたいと思いますので、通常時からの大当たり、まず偶数図柄大当たり、そして奇数図柄大当たり、さらに一番いい大当たりである三千フィーバーの大当たりの3種類すべて網羅してお届けしたいなと思っております。もう法則性だったりとか信頼度についても結構細かく食い込んで今回は紹介していきたいと思いますので、これを見れば予習はバッチリなので、皆さんぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは試打の方スタートしていきたいと思います。はい、それでは早速打っていきたいと思います。さあ、それではスペックの方を紹介していきます。大当たり確率が約 319.7 分の1、1種2種混合タイプになります。ラッシュの突入率が 60%、 継続率が約 81% となっているので高継続率タイプとなっています。そして、本機は核変転落タイプとなってまして、転落の確率が約 153.7 分の1。この転落確率を引かない限り終わらないので、41分の1の大当たりをいかに転落を引く前に当て続けられるか、とにかく 153.7 分の1の転落を引かないことが重要ですね。その前に当てる。さあ、そして、4大キーポイント演出、大当たりに絡む重要な演出が主に4つあるので、そちらの方も紹介したいと思います。まずは先読みのゾーンである赤い彗星の再来ゾーン、これは単体で約 47% あります。で、2つ目、ガンダムユニコーン予告、これがですね、単体でも 60% あるのでかなり信頼度が高めとなってます。で、同じく、60% 信頼度があるのが最強リーチの頂上対決リーチですね。もうこれはもうリーチ発展したらもう頂上対決って出るのですごく分かりやすい、そして、信頼度も高いリーチとなってます。そして、可能性の獣っていう4つ目の演出なんですけれども、これはですね、トータルでは 25% となってます。信頼度的にはそんな感じになっているんですけれども、この4大キーポイント、絡めば絡むほど信頼度が上がります。2つ複合するだけでもどれ絡んでもとりあえず2つ複合すれば 70% オーバーです。で、3つ複合すると大当たり濃厚ということで、このとにかく4つのキーポイント演出もう絶対に覚えてください。で、どのぐらい絡んだかにもよってね、テンションの上がり方がね絶対違うと思うんで、これもう大注目です。で、そしてですね、今回カスタマイズができるんですけど、この変動中もね、この上下キーを押してカスタマイズできるんですけど、このレバブルアップっていうのを、奥でちょっと実践してるんですが、これをオンにすることによってレバブルの絡む頻度が高くなります。まずレバブルの信頼度っていうのが今回もすごく高くなっていて、まず先読みでレバブル置きます。先読みのレバブルが起きた時点でカスタムなしにした場合でも 70% オーバー、カスタムありにすると信頼度が跳ね上がって 90% オーバーと信頼度も上がります。で、さらに大当たりの占有率も変わってきて、カスタムなしにすると 20% なんですけど、カスタムありにすると 75% に上がるので、もうよりレバブルを感じて当たりを体感したい方はカスタムすることをお勧めします。レバブルなんですけど、先読みの他に当該でもレバブルが起こるんですが、これの赤だともっと信頼度が上がって、80% オーバーですね。で、カスタムありにすると 90% オーバー、でもカスタムありにすると白でも赤でもとにかく 90% オーバーなので、今回もかなり重要な演出となってます。さて、本機はですね、いろいろな法則がかなりあるんですけれども、まずは図柄の法則について紹介したいと思います。7点牌はなんと大当たり濃厚です。あとは3点牌で信頼度がアップ、1と5も信頼度がアップになります。ちょっと今演出が起こったんですけれども、これ保留変化を
レベルアップさせる演出ですね。これ今緑なんですけど、この演出から実は青出現で大当たり濃厚です。逆にで今の保留変化起きたんですけれども、さっきみたいに緑だとやっぱちょっと弱いんですね。緑でも 5% ぐらいしかないので、で紫で 10% ちょっとで、赤で 50% オーバーですね。で金で 90% オーバーなので、色的にはやっぱ赤以上が欲しいところです。テンパイ図柄の法則の話もしたんですけど、これリーチ発展先にも結構法則があって、ストーリーが2種類あって、サイエムビストの方の煽りが来ることはあるんですけど、それが6テンパイの時に来ると発展濃厚になります。あとは8テンパイ、8テンパイでミッションリーチっていうのがあるんですけども、連続予告に行くかもみたいなミッションリーチがあるんですけど、それが8図柄テンパイから発展すると成功濃厚となります。まあ、テンパイ図柄、そしてその後の展開にも注目してみてください。お、今赤エフェクト出ましたね。この後これガンダム保留変化来るかな。来ました、役物後落下でガンダム保留変化、こういう風に保留変化させます。あ、デストロイですね。デストロイパターンなんで赤保留以上濃厚ですね。さあシャッターが赤、まあ、金が欲しいとこでしたけどね。でもチャンスですね。あ、連続予告、さあ連続予告でこれはユニコーンガンダムですね。2回目、このエフェクトも金がありますね。でこれはフリーズかな。あ、これフリーズ出ましたね。トータル 50% あるんですけれども、これはですね、この可能性の獣に発展濃厚する演出となりますね。でこの文字色に注目ですね。金だともう 80% オーバーで大チャンスですね。これ普通ですね。これ発生でとにかく、大当たりの期待度は結構高いので、ちょっとこの後注目したいと思います。可能性の獣に発展すると思います。さあ可能性の獣4大キーポイント1つ出ましたね。さあこの後カウントダウンと同時にキャラのカットインが出るんですが、これ3回出るんですけど、3回とも同じキャラだと実は大当たり濃厚って法則があります。さあ色に注目です。紫、赤、金の順に熱いです。これ赤ですね。さあアップしていきますね。金だと 80% オーバーですね。赤だと 30% オーバーで、ミネバがね出たらその時点で次の色が昇格濃厚です。あ、これでも3回目に出たかな、ミネバが。さあデストロイになるのか覚醒するのか。この色は今は緑の方が熱いですね。緑だと覚醒、あ、赤で、まあ決戦。デストロイモードだとこれはバトル SP ですね。今覚醒の方に行けば、最強リーチの頂上対決だったんですけれども、今は決戦なのでバトル SP 発展ですね。でこのバトルなんですけども、キャラが4人いまして、フルフロンタルだけ別格で熱いです。トータル 50%、 それ以外だとそんなに信頼度はトータルは高くはないです。 20% ぐらい、やっぱチャンスアップ重要です。フルフロンタル以外だと、そう、それでもこれが出るともう 69% ぐらいある。これ待ちこれはいい、流れ的にはかなりいいんじゃないかと思います。さあテロップは今普通なんですけど、赤と金ありますね。さあどうかな。ここで、あー、ありました。しっかりやっぱそれでもルートがやっぱり大事。あとは大当たり濃厚パターンとしてテロップが金、タイトルフルーツ柄やレインボー、あとはカットインのロング系などいろいろあります。優しさだけでは人は救えない。
カットインの赤が出ても 70% ぐらいあるので、まあ、そのカットインの出現にも、ね、注目です。一応もう今2で偶数図柄なので、この後奇数図柄に昇格すればラッシュ突入濃厚で、これ今フラッシュ白なんですけど、赤だとね昇格濃厚なんですけど、ならないか、滑ることもあるよ、滑ることもあるよ滑らないということで、この時点では一応ラッシュは突入は、ないんですが、まだ分かんないです。演出でまだ可能性はありますんで、この後注目したいと思います。さあこの後3ラウンドが終了したらファイナルチャンスです。これはラウンド終了後なので打ち出しはストップして大丈夫です。さあこれでモニターマックスになるとラッシュ突入、いきます、頑張れ、目を開けて目を開けて、さあ紫まで行ったけど赤まで行かない、行かないんかい行かなかったということで、これで3ラウンド通常当たりとなります。お、先読みで緑保留ですね、まあ、本気ですね、あの前兆がすごく絡むんです、 90% 絡むので、あ、もうこれもう激アツ、あの大チャンスです、もう 金文字ですね、バナージュのセリフで紫保留。さあこれはマチエースの一つが出ましたね、バナージュのセリフ金ではいいです。あ、ここでシャッターは普通ですね、赤と金があるんですが、いやこのままで終わらないはずなので、これミッション系のリーチですね、タイトル金だと大当たり濃厚です、成功で連続予告ですね、まあこれは行くでしょうバナージのセリフ金出てるんで、はい来ました。まあもうこれあれですね、図柄の法則当てはまってますね、8テンパイしてたんで、8テンパイでミッションの発展で継続濃厚っていう今あの法則が当てはまってましたね。でこれ出撃アイコンが 30% ぐらいあって結構いいです。さあ赤シャッターです、金だともっと信頼度が上がります。3点敗、このアート覚醒するのか、それともデストロイ形態なのかというところは注目なんですが、色的に言うとデストロイ形態が赤なので、赤普通は赤の方がいいように見えるんですけど、覚醒は緑なのでここは緑の方がいいです。で決戦が出るとバトル SP ですね、発展します。フロンタルだとキャラ的に大チャンスなんですけど違いますね。お、ミサイル来ると赤以上濃厚です、赤保留ですね、タイトル普通です、タイトルはフルーツ柄や、レインボーあります。あと金タイトルだと信頼度が大幅アップ、テロップも赤と金があるんですけど今のところないですね。でフロンタル以外だとやっぱりそれでもルートが欲しいんですがないけど、予告がね結構いいんでこれ当たってほしいんですけどね、どうかな、あー当たりましたね、やっぱりあれですね、やっぱりフロンタルはやっぱり 50% オーバーあるんですけど、敵パトル SP の敵ではフロンタルじゃなくても当たりますね、しっかりと。やっぱこれ当たった後のこういうのいいですよね。いや奇数図柄なのでラッシュ突入濃厚です、いやこれ嬉しいですね、やっぱ最初からやっぱり奇数図柄は嬉しいということで、ラッシュ突入でございます。さあこれモード2種類あるんですが、
地の、ユニコーンラッシュの方で今回やっていきたいと思います。エピソードリーチがメインになります。デストロイラッシュがバトルメイン、ユニコーンラッシュはエピソード系のリーチで、演出が行われると。まあ、演出の違いなので好きな方を選んでいただければと思います。でこのユニコーンラッシュなんですけれど もエピソードリーチに行った時点でもう転落の可能性はないです。で唯一転落の可能性があるのがフロンタルが出てくるリーチですね。これが出ちゃう、フロンタルが来ちゃうと唯一転落可能性があるので、とりあえず来るなと思いながら打ってください。で赤系でもう 90% オーバーなので、もう赤系が出た時点でもかなり信頼度は高いと思ってもらって大丈夫です。で奇数天敗だともうこれも 90% オーバーなので、もちろん7天敗は大当たり濃厚ですね。さあ、緑じゃ紫ですね。赤は出ないな。お、赤セリフ来ました。天敗図柄はさあ、これ本からねバナージが出るだけでもこれ 97% あるんですけど、まあ一応普通に本が出てただけです。おでもレインボーびっくりした。あ、そこ当たりした。最高ですね、嬉しい。でさらにねもう全部ラッシュ中が7になりますんで最高です。他も絶対狙ってくださいね。V に入れないと終わっちゃうんで、ここは絶対打ってください。さああともうこのあと1回当てれば高速召喚の覚醒ハイパーに突入します。あと1回当てたいです、最低でも。え、あ、これはもしかしてスタンバイ、これは保留内大当たりですかね。あれは5ラウンド目に薬物落下で金 V ストックすると保留内大当たり濃厚でございます。一応保留内に大当たりがある 70% でこういうのが発動します。結構発動しますね。これはもう安心して見れますね。おお、即当たりですかね。カウントダウン、うわー入れました。気持ちいい。いや嬉しいな。でこれで、3回、大当たりしましたので、初当たり含めなので、次から高速召喚の覚醒ハイパーに突入します。悪物が落ちれば保留変化、ああ来ましたね。あ、でもユニコーンガンダムかだと緑保留かな。さあデストロイだと赤保留以上でしたね。あ、さあシャッターは赤ですね。この上に金もあります。そしてこの背景変化夕暮れ、これチャンスですね。さあどうかな。でもまあ夕暮れもまあ 10% ちょっとなんですけれども、まあ、一応チャンスアップです。さあ7図から停止で連続予告、はい、ガンダムの形態に注目です。これはユニコーンガンダム、デストロイだとチャンスアップ。お、これで一応3回目。さあさあ赤文字ですが6点敗のリーチライン赤でしたね。チャンスアップです。さあこの後薬物が完成するかどうか、ね、一応出撃ですね。あ、ここから可能性の獣、おリーチ後に可能性の獣行くパターンですね。さてキャラとカットインの色に注目ですね。ミネバが2回目まで出れば次のカットインの色昇格です。さあ紫より赤、赤より金です。
で3人とも同じキャラだったら大当たり濃厚。あれ紫のまま、次次ここで紫のまま、あららら。さて破壊か覚醒か、デストロイか覚醒か。覚醒だと最強リーチ。さてどっちかな、ここは緑が厚い赤。さあバトル系の SP ですね。さあバトル、お赤テロップですね。チャンスアップ入りました。じゃあまあフロンタルじゃないんですが、まあ一応チャンスアップ赤テロップはあります。その上に金もあります。でタイトルは普通でしたね。まあ、あとはフロンタル以外だったらやっぱそれでもルート欲しいところなんですが、あとはカットイン赤も 70% オーバーで信頼度は高いです。さあどうかな、それでもルートなし、赤テロップのみなんですがどうでしょうか。あもうダメか、さすがにちょっと弱かったですかね。あっとそれでも当たると、いやダメだと思った。しかも復活あたりはもうラッシュ濃厚というかもう70ぐらいになってますからね。3000オーバーですね。復活はもう3000オーバーです。3000フィーバーです。3000オーバーじゃない、3000フィーバーあたりです。うわこれはすごいですね。こういうの大好きですね。今の流れで一番いいあたり来るんですね。さあこのミコフィーバーってなった時にこう切り裂きが来ると、まあ7つ柄以外でも今の演出が起こると3000フィーバーです。さあ一番いいあたり、ラッシュ突入の3分の1でこの辺りが、割合的にあります。最高です。最高の瞬間です。さあこの後この特殊の金背景に移行するんですが、このモード中ですね、今もラウンド中なんですけれども、まあ、ラウンド終了後もこの背景でどんどん変動が続いていくんですが、このモード中はですね、なんと小当たりを255回引くまで、終わらないんですよこのモードが。なのでもう実質的に次の大当たり、まあ、41分の1、まあ引けますよねということで、次の大当たりもそのうち来るよっていうことで、10ラウンド2回分の大当たりで3000フィーバーっていうのを実現させてます。さあこの後ですね、さあこの後こういうふうに高速で変動が起きまして、即当たりしかしません。こんな感じでもうすぐ当たります。ちょっと今早かったですけど、こんな感じで即当たりがメインなので、こういうふうに次のあたりがもう一回来て3000フィーバーっていう流れになります。さあ、ラッシュですね、この後入るラッシュが2種類ありまして、今はバトルメインのデストロイラッシュを選びました。基本的にこのラッシュ中はレバブルは大当たり濃厚です。あとは赤系だともう総じて信頼度が相当高いので、赤系が出ればもう期待して大丈夫です。唯一転落する可能性があるのがバトル敗北です。おお赤系来ましたね。6テンパイですが一応テンパイ、この今このこれ今青ですけど、赤だと結構チャンスアップですね。で危険はやばいです。危険、あ、一応バトルですけど、ちょ危険はやばいですね。危険以外のものが欲しい、接近とかで激アツだと大当たり濃厚ですね。さあ敵は3人いて、フロンタルだとやばいです。でこれは、真ん中のキャラですね。
さあ赤テロップも絡んでるので結構信頼度高いです。いや大丈夫じゃないかな、これはさすがに。いきます。えちょっと待って、あれね、え、おいおいおい、ひどいことを言ってますけども、え、まさか、あ、入った入った入った。さあこの演出はですね、もう勝利の方向ですね。リリーが参戦すれば勝利の方向です。よかったよかったです、びっくりした。さあ、ナッシュ中は全て七図柄になりますと。よかったです。さあ今3連続勝利達成しましたので、次からは高速召喚の覚醒ハイパーに突入します。さあ今、ラウンドが終了しましたね。覚醒。さあこのあと高速召喚の覚醒ハイパーですね。いや本当に変動もラウンド中も早いので、今これですね、これ疑似連状態ですね。保留は消化してないですね。演出でこう見せてるっていう感じです。さあ覚醒ハイパーって出た後にこの後スタートです。はい、めちゃくちゃ早いんでこれ敵が来ちゃうと唯一転落のピンチとなります。敵が来なきゃいいです、とにかく。なんで即当たりが基本的にメインなんですけれども、とにかく敵が来るとピンチなんで敵来るなって感じですね。でそれ以外は安心ルートとなっています。ラッシュ中はですね、もうとにかくレバブルは大当たり濃厚なんですが、覚醒ハイパー中は赤系も大当たり濃厚になります。とにかくちょっと早いんでねさあ赤にならないか、あーレバブル来ましたということは大当たりしました。もう早いうーわー、たまらないですね。さあそしてですね、覚醒ハイパー中ってこのラウンド召喚もめちゃくちゃ速くなって、ほとんどもうインターバルないです。あれ、あ、ほとんど打ちっぱなしでもこぼさないです、ほぼ。あ、来ました早いもう当たりましたもうあ、今これ光ったんですけど、まあ、光った時はこれは319分の1の大当たりのの可能性があって、このまま今みたいにここが開かないで終わることもあるんですけど、開いたらまあ319分の1が当たったよっていうことになります。通常確率も同時に抽選しているので、まあ、こういった当たり方もあります。あれやばい、これ来ちゃうと転落の可能性が、あー転敗しちゃいましたね。エンドが表示されると、転落してしまいます。あー、ここはV コンは大丈夫ですよかった、今のパターン最高ですね。やっぱりボタン押し2回あるんですけれども、最初の1回目で V コンが出てると、勝利濃厚です。よかった、嬉しいパターンでした。え、1回転目、1回転目に敵来たんだけど、 V コン来い、ボタン普通ですね。でもう一回、もう一回あります。これラストチャンスです。ここの連打でエンドが出なきゃいいんです。破壊する、破壊すればいいんです、頼む。赤まで行っても結構厳しいか。人がどれだけ会うと結末は変わらない。結末変わらないですか。終わっちゃったかな、これは。まあ、ただ8連して洗い出しがもう1万超えましたね。やっぱり全部10ラウンドでかいですね。
水星の再来ゾーン行かない、これむちゃくちゃ悔しいですね。なんでかというと今の、ザンホリュー4回だったんですよ。さっきあの覚醒ハイパー、まあ、ラッシュ終了した後のザンホリューもあるので、それ4回転でもしリーチになれば超激アツっていう法則があるので、このザンホリューの4回も、約 41.1 分の1で大当たり抽選してるので、だからあそこの4回転リーチになるかならないかでここはもう全然変わってくるのです。そこも注目してください。はい、ということでフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンの方、試打終了しました。初回のね大当たり3ルート3つのね種類があるんですけれども、全部見せれたかなと思います。はい、これで予習もバッチリだと思いますので、皆さんあの楽しんでいただけたら嬉しいです。やっぱり初回の3000フィーバー大当たりがねたまらないですね。まずは、まあ、3000フィーバーってこともあって、まあ、10ラウンドの大当たり2回がもうほぼほぼ、まあ、濃厚っていうところも手玉的に嬉しいですし、初回含め3回連続大当たりで覚醒ハイパー、まあ、より上位のラッシュに入るんですが、そこの近道にもなるんですね。もう引いた時点で2回大当たりが濃厚なので、あと1回ラッシュ中に当たれば、覚醒ハイパーに行くっていうことも含めて、もう本当にいいことしかない最高の大当たりなので、やっぱここが引けるかどうかで全然変わってくると思います。皆さんぜひホールで体感していただけたらなと思います。で、肝心の導入予定なんですけれども、8月の2日から全国に順次導入予定ですので、皆さんお近くのホールに導入されたら、もう本当絶対打ってください、絶対打ってください2回言いましたけど、はい、でこの後ですね、プレミアムの演出の紹介も入るので、皆さんあのここで終わらずに最後まで動画見ていただけたらと思います。というわけで今回はこの辺で、さよなら。
私はミネバラオザビです。私はかつてジオン公国を先導したザビ家の血を継ぐ者です。宇宙世紀の開闢とともに発布された宇宙世紀憲章、オリジナルの石碑は長い間隠されてきました。ご覧いただきたい。今私の後ろに映し出されているのがラプラスで作られた本物の宇宙世紀憲章なのです。お分かりのことと思います。本物の宇宙世紀憲章には私たちが知らない一章が付け加えられていました。どうかご自分の目で真実を見極めてください。そして100年前の人たちがそうしたように、善意を持って次の100年に思いを馳せていただきたいのです。私たちの中に眠る可能性という名の神を信じて。正面から懐に突っ込め、すれ違いざまに分かれて同時攻撃、一点突破。飲まれてはダメだ、ロニさん。ロニさん、バナージ、このまま撃て。可能性に殺されるぞ。そんなもの捨てちまえ。バナージ、バナージ、バナージ、悲しいね、悲しいね。迷わず進みなさい、あなたはお父上。